動画で語る世界史の謎へようこそこのチャンネルでは世界の歴史の中で不思議に思って調べたことを紹介いたします今回ご紹介するトピックはこちら「世界一の金持ち王室は東南アジアジお金持ち」という言葉を聞いてみなさんはどんな人たちを思い浮かべるでしょうか一般人 であれば、アマゾンのジェフ・ベゾスさんやマイクロソフトのビル・ゲイツさんなどでしょうか。大富豪一族であれば、ロック・フェラーやロス・チャイルドあたりが有名ですね。では、世界史にも名前が出てきて、現代まで続く伝統的な王室で、一番の大富豪は一体どこの人たちなのか、ご存知でしょうかやっぱり、オイルダラーを持つ。 中東の王族を思い浮かべるでしょう。私も、そうでした。しかし、実際は違います。資産保有ランキングにおいて、1位と2位は、それぞれ、東南アジアの王室になるのです。1位は、タイの、チャクリー王朝。フミポン国王の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。その保有資産額は推定、3兆2000億円余り。2位は、 ブルネイのブルネイダルサラーム王朝。普通はブルネイと呼ばれますね。こちらは推定2兆1500億円ほど。なお、ブルネイダルサラームはブルネイの正式国名でもあります。ダルサラームとは平和な土地の意味があります。実際、平和です。3位にようやく中東サウジアラビアのサウード家が入るのです。 保有資産は2兆円くらいのようです。これはちょっと意外な結果だったのではないでしょうか ?3 位は理解できるとして、1位のタイ、2位のブルネイはなぜそんなにお金持ちなのでしょう全然話題にならないですよね。そんな2つの国の王室について、その辿ってきた数奇な運命を今回ご紹介したいと思います。この動画は、 世界史の探究者四季即是空がお送りいたします2016年タイに駐在していた日本人20人が不敬罪の容疑で連行されました不敬罪とは国王や皇帝などの君主王族皇族の一族と宗教聖地や墳墓等に対し名誉や尊厳を害する行為をすると成立する犯罪になります。 この2016年の10月30日、プミポン国王ことラーマ9世が88歳で亡くなりました。そのため、タイの軍事政権は国民に対し、30日の間、喪擬福し娯楽的な活動の自粛を国中に求めます。にもかかわらず、この日本人20人は、国王が亡くなった翌日に、 バンコクの近郊にあるゴルフ場でコンテの打ち上げを行い、飲み食いして騒いでいたのです。それが通報されて、国王が亡くなった翌日に、飲み食いして騒ぐとは何事だ、不敬にも程がある、として連行されたのです。外国人であっても、タイにいる以上、現地の法律には従わなければなりません。これは当然のことです。日本でも、かつては、不敬罪、 がありましたが戦後に廃止されていますのでこのようなことは発生しませんからこの日本人たちはまさか捕まるとは思わなかったのでしょうタイの王室に対する不敬罪はとても厳しいものなのです幸い連行された20人は日本人ということもあってか福くもの礼節を保つようにとの厳重注意だけで解放されましたしかし 過去には、タイ王,王室を批判する本を出版したオーストラリア人が、懲役3年の実刑判決を受けていたりしますので、運が良かったのかもしれません。さて、そのような、表現の自由とはちょっと相性が悪そうなタイの王室ですが、その資産額はアメリカドルで300億くらい保有しています。王室自身が、 広大な王宮や寺院などの不動産を相続していることに加え最近は不動産投資などに成功しているので今はもっと増えているかもしれませんまたタイの軍とは別に王室自前の親衛隊的な軍隊を5,000人余り持っていたりしますこのあたりの理由については以前の動画「なぜタイは植民地にならなかったのか」でご紹介した通り タイのの歴史的経緯によるものですちなみにここで少し余談ですが現在のタイの王室チャクリーオは慣例的に男性の長男が多いを継承してきていますしかし国王が後継者を指名することもできるため女王が誕生する可能性もあったりするのですねそのため少し前までは博学で気さくな性格から国民に人気の高い シリントン王女が後継者に指名されるのではという話も出たりしました話を戻してではなぜタイではそんなに王室が莫大な資産を持っているのに国民の人気を勝ち得ているのでしょうかこれまで軍の実力者によるクーデターは何度も起きていますが王室に対する民衆の支持率は非常に高くいわゆる反乱は起きていないのです そんなに金持ちだと見合う努力もしていないのに国の財産を独占するな国民にもっと平等に富を配れと批判されそうなものですよねですがタイに行ったことがある方ならプミポン前国王の肖像画がそこら中に掲げられているのを見ているでしょうプミポン前国王は実に70年もの長きにわたりタイの国王として君臨しましたが 国民の絶大な支持を受けていました理由はいくつかありますがまず第二次世界大戦の後何度も勃発した軍によるクーデターに対し時の政権との間でうまく調整しクーデターが過激化して国民に被害が及ぶことがないよう抑えきったのですその一方でフミコン国王は時の政権に対しても厳しく当たりました バンコクの交通渋滞が社会問題化してもなかなか解消されなかったため政治家たちに対し「君たちは議論しているばかりで何も手を打っていないじゃないか」と叱りつけています。またタイが洪水被害に見舞われた時も対応が遅すぎる「何をしているんだ」と叱ったのです。そんなことをすると革命党につながりかねず。 これが良いことなのか悪いことなのか一概には言えませんが、タイの国民には大変な好印象を与えます。そのようなプミポン国王のチャクリー王朝は、18世紀末に、武将チャクリー、すなわちラーマ・一世が、タイ人の各勢力をまとめて建国しました。このラーマ・一世から、現在のラーマ・十世こと、バチラロンコーンまで、 10人の王様が続いていてます途中植民地化の危機を名君ラーマ4世とラーマ5世が乗り切ったのは以前の動画でご紹介した通りです。なおその後の世界大恐慌ではタイの経済も大混乱に陥り危機に見舞われますがこの時立憲革命が勃発し憲法が制定されそれまでの絶対王政から 立憲君主制に移行します。ただし、革命といっても、それは実に穏健なもので、どちらかというと、改革に近いものだったそうです。こうして、チャクリー王朝は、現代に至るまで、名君が何度も登場し、独立を維持し、平和な、微笑みの国として続いています。王族が、世界一の資産家、といえど、 それは当然のものとして国民の絶大な支持を得ているのです不経済やクーデターの頻発という微妙な話もあるにはありますがそれらを含めてタイという国なのですさてタイについてはここまでとして次に保有資産額が多いブルネイの数奇な運命をご紹介しましょうもう少しお付き合いください ブルネイダルサラーム王国はタイのチャクリー王朝よりも古く15世紀にボルネオ島ことカリマンタン島の北部の支配から始まりましたしかしブルネイは資源や人口に乏しく植民地を求めてやってきた欧米列強からは半ば放置された状態で生き残りますこの時はお金持ちどころかとても貧乏な国だったようですでは なぜ今は、総資産保有額が世界第2位になったのでしょうか ?19 世紀後半になると、ブルネイは、一応、イギリスの保護国となります。ところが、1929年に、油田が見つかります。焦ったイギリスはすぐに支配を強化し、その利権をほとんど掌握してしまいました。それは、ブルネイ王国が独立を取り戻す、 1984年までで続いたのですこの油田の利権を含むブルネイの経済行政を実質的に取り仕切っていたのはイギリスのクラウンエージェンツでありこの会社はインングランド中央銀行の出資会社でしたしかしその資産運用があまりにずさんなものだったことが後に明るみになります。 1967年末に起きたイギリスのポンド切り下げがきっかけとなりそのホ満経営が公になってしまい一大スキャンダルに発展したのですブルネイの経済を支えるという建前が崩れ去ったイギリスは持っていた利権を手放さざるを得なくなり独立も認めるしかありませんでしたこうして独立を取り戻したブルネイはその油田や天然ガスの利権を王室が一手に握り その結果、タイ王室に続いて第2位の資産を保有するまでになります。そのスケールはとんでもなく大きく、ブルメイ国王が外国で宿泊する際は、スイートルームを含むフロアを丸ごと貸し切るのだそうです。そんな王室は、現在の第29代国王、ハサナル・ボルキアに至るまで、政治的にも独裁権を持つ絶対君主として君臨していますが、ブルメイ王室はタイと同じく、 国民からは絶大な支持を受けているようです。今は油田や天然ガスが豊富に採掘されているので、それを国民に還元することで国は安定していますが、国王はいつか資源が枯渇すると考え、観光業をはじめとして、新たな産業育成に力を入れているため、旅行先として大変人気があります。ただし、若い女性は特に声をかけられやすいみたいですが。 まあ、これはブルネイに限りませんが。また、ブルネイはイスラム国家のため、アルコールはありません。ちょっと残念ですね。他にも、新年などのお祝い事があると、国王一族が、自国民、旅行者問わず王宮に招き入れ、お菓子や食べ物が入った、お弁当を自ら配ったりしています。私の家族が少し前にブルネイに旅行に行ったのですが、この国は過去、 第二次世界大戦の時に日本軍の統治を受けたため内心ビクビクしていたものの実際には現地の人は非常に親切で自分の家に招き入れてもらって食事を共にしたりと日本人に対しては大変好意的だったそうですせっかくなので少しだけですが現地で撮影した写真をスライドショー形式でお見せします 微笑みの国タイ絶対君主の国ブルネイいずれの王室も莫大な資産を持ち政治的にも権力を持つ一見して怖そうな体制ではありますがその実態は国民に深く愛され国民の生活に気を配る優れた君主に恵まれた稀有な国と言えるのではないでしょうかもちろん今回ご紹介したことが全てではなく 不安定な要因もあるのですが、少なくともいずれも親日な国ということもあり、一度は訪れてみる価値がある素晴らしい国だと言えるでしょう。以上、今回は世界一の金持ち王室は東南アジアをお送りいたしました。今後も世界の歴史のトピックについて調べて紹介いたします。ご視聴ありがとうございました。 よろしければ、グッドボタンやコメントなどで本動画へのご意見やご感想をいただけると幸いです。また、チャンネル登録していただけると嬉しいです。